はい、まあ、2日通してですね、あのクローズゲームを、勝ちきれなかったところで、まあ、あのチームとしてはすごい進歩を続けてきていると思っているので、まあ、それを、次は勝ちにつなげれるように、頑張らなきゃいけないと思います。で、まあ、あの全選手がですね、得点を重ねることができるすごいあのハイレベルなオフェンスのチームだと思っているので、やはり、まあ、僕らが今まで練習してきたディフェンスを、どういうふうにして、活かせるか、どういうふうにして守りきれるかというところがキーになってくると思います。あの当然インサイドを守るときは体を張らなきゃいけないですし、まあ、あのチームメイト、元チームメイトの、安藤聖也がいたりだったりとか、白浜亮介、ニカ・ウィリアムスがいますし、高校の時に、ね、お世話になった金丸さんもいるので、まあ、あの絶対負けたくない対戦相手なので、あのしっかりと頑張りたいと思います。はい、まあ、厳しいシーズンが、続いてますが、皆さんのおかげで僕たちが、必死に毎日練習した結果をですね、コートに出そうということができてます。皆さんももう一つ、もう一押し、僕らのためにですね、背中を押してください。共にホームゲームで戦いましょう。待ってます。